こんにちは、ひさきです。本日はアンケート企画、オリックス編でございます。今シーズン、今までより上位で戦えていて、11年ぶりの交流戦優勝、37年ぶりの11連勝、7年ぶりの首位ターン。B クラスに低迷していたチームからすると、相当希望にあふれる戦いができています。 これまでは先発投手が強いながら中継ぎの課題、さらに打撃でも吉田選手個人軍となっていたり、吉田選手の前にチャンスをあまり作れませんでした。さらに吉田選手もチャンスで回った場合は後ろが苦しいので敬遠されてしまったり、吉田選手をうまく活かすことができていなかった部分もありました。 さらに得点力が厳しいからこそ小技を積極的に使っていたんですが、ダブルスチールは読まれてしまっていた印象もあって、バンテや投類等で1点という攻撃も限界がありました。ビハインドで守備固めを行って、実際にチャンスで回ってきた時にはもうすでに変わっているなど、まあ、さらに小技タイプの選手が多く、外国人選手が苦しくても一軍で使わないといけないなど、本当に厳しい状況が続いておりました。 2020年には監督も途中で交代し21年は中島監督が正式に就任、まあ、正直2020年の前半を考えるとこれからどうやって再建していくのかもう何も見えないというような状況にもなったんですが21年かなり変わりましたそんな今季のオリックスをまずは簡単にまとめますまず武器陣 チーム打率2割5分3輪、本塁打84がどちらもリーグトップ、OPS7 割6輪がリーグ2、得点圏2割7分5輪がリーグ1、得点361がリーグ2、盗塁は28でリーグワースト、ギダー41はリーグワースト、失策48はリーグ最多、閉鎖48もリーグ最多。まあ、正直、荒さも見えるんですが、何が変わったのか。ま,あ、まず簡単に言うなら、打撃陣全体で超努力が上がったことです。 ま、昨年後半からだったんですが、2軍で確実性の上がっていた杉本選手の1軍起用。未来のコア候補として、当初はトング選手、大田選手、佐野選手、倉林選手らの,の積極起用。さらに福田選手を佐野選手が苦しんだ時に向けて、センター挑戦させたり、若手だけではなく、中堅にもしっかりカバーできるような体制を取っていました。で、この体制は福田選手に対して少し厳しめというか、しばらく2軍だったり、もう少し早くても良さそうかなとは思っていましたが、今は大事な大事な存在になって いますオープン戦から宗選手の三塁守備がえぐかったり杉本選手の長打力足立選手はさすがの攻守 T 岡田選手のチャンスでの一打や長打力も光っていますただ一方若手野手では佐野選手太田選手が苦しみ頓宮選手も守備経験があって2軍に外国人選手でもプラスを出せている野手がおらず想定外も多かったです そして今年はこれまでと違って、機動力というよりは打っていくことが多いんです。で、その結果として併殺が多かったり、盗塁やギ打が少なかったり、また、若手野手を主に使っていったこともあって、失策も多くなってしまう。まあ、それでも長打力が全体的に上がっていることと、福田選手が戻ってきてから、チームの打線が円滑に回っているような印象があるんですよね。で、胸選手と1、2番でしっかりハマってきました。 そして吉田選手はもう言うことはありません。杉本選手に若干の波はあるものの、2割9分7輪、18本塁打、13二塁打、OPS9 割1分7輪、得点圏3割2分4輪と凄まじい活躍。T 岡田選手も10本、43打点とチャンスでの長打力もあります。さらに下位打線に紅林選手と、すでに5本、15、2塁打とパンチ力のあるショートが控えていて、打線も気が抜けませんし、バランサーの足立選手が厄介です。 正直、モヤの2割3部9輪、7本塁打はもっと期待したいですし、ロメロの1割6部9輪、3本は苦しいです。代打で素晴らしい活躍をしてくれているジョーンズも、トータルでは2割4分3輪で2本。本来スタメンでがっつりチームを引っ張ってほしい選手です。 下位打線で一発が打てる選手、特に DH、ファーストで、まだ欲しいからこそ追加での獲得。まあ、ただ、まとめると、1番福田選手、2番胸選手、4番杉本選手、主にこの3人が1段階レベルアップしていることと、足立選手、T 岡田選手もさすが。そしてショート紅林選手が想像以上の活躍というのが大きいのかなと思います。なので、全体的に若手が頑張っているというよりは、中堅の選手たちが今まで以上の活躍をしていて、さらに若手も頑張っている。こんな感じなのが、 今年のオリックスですそして先発散々言ってきたので手短にしますが今季の躍進を支えている先発はものすごいですチーム防御率自体は3.38でリーグ2先発防御率は3.14でリーグトップ QS 率57.5%はリーグトップです投手では宮城選手が期待値そのままに素晴らしい活躍山本選手宮城選手田島選手山岡選手山崎選手と5本計算できるようになりました ただ、ディクソンが来日できず6本目、そして山岡選手、田島選手が苦しんだり、山岡選手は今は怪我まだ2本ほど欲しいところですが、相当強力なローテーションです。 そして、この二人の投手がいれば、まあ、そう簡単には連敗しないっていうのがもう数字で見るとわかりますし、山本選手はもはや無援護ではありません。松井選手も11試合で5球 S、3勝5敗、防御率3.97と、さすがに大ベテランでありますし、波もありますが、今のチームではかなり必要な存在です。開幕からずっとイニングを投げ、12先発で7球 S の山崎幸也選手も貢献度は大変大きいです。 山岡選手も波があって緊急交番もありましたが、なんだかんだ12試合で6球 S。先発で60人以上投げているのが5人というのがすごい話で、何より若いんです。ただ、中継ぎは課題。とにかく開幕から度重なるテスト起用。防御率は3.89でリーグ5位。当初の抑え、漆原選手は難しかった後、平野選手、ヒギンスの離脱。誰が後ろなのか正直よくわからなかった中で、交流戦近辺では、抑え平野選手、セットアッパーヒギンス。 接戦や日替わりセットアップで、宮山選手や張選手、K 鈴木選手や漆原選手らを入れていった中で、まあ、正直、ハマったとは言いづらいんですが、なんとか回せたからこそ、6月は防御率1.86と、ようやっとると言えるんじゃないかなと思います。ただ、やはり9回に沢田選手、張選手、K 鈴木選手らを入れて、通行の失点や一発が目立ち、7月の中継ぎ防御率は6.84と致命的でもあります。そして、総合満足度。 平均では7.69と高めです。ただ、11連勝が6月24日にあったので、このアンケート、6月7日から6月20日なんですよね。で、前半戦に答えていただいた場合は4位だったり、その後に週に経ったりしますので、この1週間後や前半戦終了時点で取ればもっと上がったと思いますが、想定よりは低かったです。ちなみにアンケート初週と2週目で答えていただいている母数がほとんど同じですので、あえて長めにアンケートを取らせていただいております。 まただ,だ、楽天の全体満足度8.08に次いで高い数値になっていることは間違いありません。もちろん順位や打撃力アップ、さらにビハインドでも追いついたり、逆転して勝ち切ったり、これまでのような暗い雰囲気ではなくなっていること、見ていて楽しいからというのが大きいのかなと思います。えそして満足度とその理由に関しては、打てる、負けてても諦めない、若い、楽しい、もっとできるはず、中島監督になって野球を見るのが楽しくなった、 最高オブ最高すぎる。勝てもベテランも活躍している。もっと競争があると、なよし。育成しながら勝つことができている。打線が心配されたチームでしたが、現状よく頑張ってるなという印象です。例年のオリックスにはない粘り強さが見えているから。入団当時とは違うポジションでスタメン起用して適中している。足早い選手が多いから、盗塁してほしい。中島監督が就任して、雰囲気、チーム方針。何より最後まで諦めないという執念が、チーム全体に浸透してきて大きく変わった。 正サ選手が打てない試合でも勝ちを拾えるようになってきた純粋に下手なプレーこそあれ意図を感じないプレーが減ったから打線が強くて観戦しててワクワクするから例年よりは野手がよくやってるでも中継ぎで落とす試合が多すぎる点がたくさん取れるから若手が充実した上で A クラスが見えてきた黄金時代の前触れ打線が少しずつ形になりなんとか他球団と順位を争えているからもう少し投打が噛み合うと良いチームの急成長躍進 一番はベンチの雰囲気です。墓場だったのが祭り状態に変わっています。やっと選手のポテンシャルが出てきた。選手が頑張ってるのに勝ちきれない。チームの調子はうなぎ登りで8連勝で首位タイに来ているまでは素晴らしいです。中島監督の起用や選手の活躍にはおおむね満足しています。あと2点は優勝すれば、1点は2軍の不甲斐なさを見て引かせてもらってます。宗選手、杉本選手の戦力化。まともなプロ野球チームとして成立するようになったから。1位であり貯金があるから。 はい、まあいろいろと意見をいただきました。で、シンプルに最下位が定位置になりかけていたオリックス。特に去年の前半戦の戦いを考えたら、今は本当に高いです。で、個人的には西武の次にパで押しているチームでもありますので、満足度は9。若手、外国人選手、中継ぎと課題があるんですが、とにかく見ていて楽しい。最後まで諦めないで応援したくなる。こういうところが理由です。 ただ、昨年まで主に1軍で出ていたような選手たちが今2軍で出始めていたり、まあ育成選手含めて若手が2軍で出ています。まあこういう選手たちが正直攻撃面では苦しくて、まあかなり厳しい戦いは続いています。そして再配満足度としては8.12。まあ非常に高い数字ですよね。で、こちらも楽天石井監督の8.19に次いで高い数値になっております。 でここまで話してきた同様、順位や攻撃力アップ、さらに苦しい中継ぎで何とか運用できているというところもあるかもしれません。で個人的に思うポジ采配は、開幕当初の積極的な太田選手、佐野選手、頓宮選手ら若手企業、紅林選手の我慢。 福田選手、宗選手、吉田選手、杉本選手といったラインナップを形成。福田選手のセンターコンバート、足立選手のセカンド起用。宗選手の三塁固定、T 岡田選手の起用。不審の外国人選手にはこだわらない。竹安選手の中継起用。投塁は減ったんですが、無理な機動力攻撃をしない。まさかの K 鈴木選手は村西選手の勝ちっぱ抜まあネガでもあるんですが、このチャンスを与えたのは面白かったです。セットアッパー、蝶選手。 若月選手、伏見選手の併用、トン選手の2軍での守備経験、宮城選手の長期起用、田島選手、山崎達也選手の我慢。何より雰囲気がいい。そして、ちゃんと選手たちにはチャンスを与えること。どういう立場であって、守備固めであったとしてもしっかりとチャンスを与えて、そこで厳しかった場合は早めに見切る。こういったようなことがしっかりできているなというふうに感じます。投資用でその試合を勝ちに行くのか、ある程度見切るか、ドライな采配。 ま、こういうところまでしっかり徹底できてるなという印象が今年のオリックスにあります。いただいた意見と満足度としては、この短期間でここまで打撃陣を改善するとは恐れ入りました。中継ぎは平野選手、ヒゲンス復帰と、それまでにみんなそれなりの場数を踏んだこともあって、意外となんとかなると思ってます。逆に先発陣、盤石と言いたいんですが、みんなが若いので、全員が一年ローテを守るのは厳しいと思っていて、もう一枚ローテで新外国人選手が欲しいです。獲得しました。 ここでなんでこの選手って疑問に思う時も多々あるが、なんだかんだ結果を出す選手を出しているのがすごい。若手を積極的に起用。代打のタイミングが良い。結果が出てない選手を我慢強く使えている。中継ぎが悪い中、なんとかやりくりしている。強くの采配が当たることや、打順の流れがハマる時が多い。ここ数年の監督の中で選手との距離感が良く、ファンから見ていても応援しがいがある。ここまでは文句なしと言いたい。これからも試したいことをどんどん実践していってもらいたい。 開幕当初の育成フェーズは終わったと思うので、ここからは勝利優先で。5月15日の楽天戦の系統は痺れました。以前の監督にあった明細杯がほとんどない。調子いい時に打順をいじるのはやめて、特に福田選手、宗選手、正隆選手、杉本選手の並び、そろそろお試しは終わり。前任と比べるからいい面ばかりに見えるけども、中月選手2番、なぜと思うこともで。でも昨年を思えば、ここまで食らいつけていることに感謝しかありません。 最悪のチーム状態をここまで持ってきてくれたのは感謝です。打順を固定しないのが不思議だが、若手積極起用によって、ハマった福田選手、宗選手、杉本選手が素晴らしい。中島さんになってから明らかにベンチのムードが変わりました。配色濃厚な試合だと、早めに諦めムードが漂って、そのままずるずるいったのが、今年からは負け試合の8回、9回も楽しみになってきました。まだ何かあると信じさせてくれる、すごくいいチームにしてくださって、本当に感謝してもしきれません。ありがとうございます。 突然の2番若月選手以外は、ほぼ文句なしの采配。チャンスはそれなりの数与えた上の、生き残りをさせているのが丸。太田選手、佐野選手は、与えられて掴めなかったチャンスは、次は自力で掴んでくれ。強気の采配が見ていて面白い。それがいい方向に転んでいるから高く評価できる。紅林選手を育成するのに、足立選手をセカンドに置く発想はなかったし、うまくいった。 昨年2軍で活躍していた若手選手中心の起用が見事にはまっていてよく選手を見ている印象があります。他にもギャンブル的な采配で見事に成功させる勝負師のような作戦好きです。選手起用に不満や疑問を感じることがほぼない。去年と正反対で負けてもしゃあないと感じる。ほぼ補強をしていないのにここまでのチーム成績というのは監督の力が大きいです。 選手起用に納得度が高いです。結果の出ている選手をレギュラーにして、チャンスを与える選手には一定期間チャンスを与えている。感情的な懲罰起用も少なく、試合後に選手を責めるような発言は爆発した超選手くらいでした。中継起用に少しなーりですが、無茶な器用が少ないので安心です。 やっとまともな監督が来てくれて嬉しい。時々ハテナな采配もあるけど、福良監督、西村監督という、まあ、悪夢のように面白くないチーム時代が嘘のような面白い試合ばかりです。若手を使った失敗も未来を考えてやっていることだろうし、納得できることが多い。何より言ってるチームはこんなに面白いんだと改めて気づかされた。 2年連続最下位で、どん底だったチームを成績だけでなく、雰囲気まで変えてくれた。采配にも筋が通っているし、何より選手と信頼関係が築けていそうなので、この監督という優勝したいと思える。すぐに優勝できなくても、長い間式を取ってほしい。 昨年までのオリックスの象徴であるスモールベースボール、積極的な通り、バント型などをやめ、極力バントをさせなかったり、エンドランをしたりと、見ているファンとして嬉しい限りです。もちろんバントしないことでゲッツーになることもありますが、それ以上に成功するので文句はありません。また期待の若手を積極的に起用し、ミスをしてもチャンスを与えて我慢強く使っているのが中島監督の良さかなと思います。まあ、しかしながらチャンスを与えるという方針の影響で、明らかに調子が崩れていた、大田選手の抹消が崩れてしまったのはいただけないかなと思います。 しかし太田選手は未来のストア候補意図は理解できますのであまり不満はありませんチームの雰囲気をガラッと変えて上位に押し上げてくれた中島監督文句なしの銃です <laughs> 去年までとは違い、超だ力のある選手を使ってくれますし、若手が多いので見ていて楽しいです。去年まで言い方は良くないですが、野手に関しては中途半端な年齢のユーティリティプレイヤーが主体になってしまっていたので、面白みやライケの希望もあまり持てませんでした。今年は若くて超だ力のある打者と、粘り強く出塁できる打者のバランスが非常に良いと感じています。 去年までだとちょっと結果が出ない若手や一芸選手はすぐにスタメン落ち、二軍になって小島選手あたりがスタメンになっていた印象なのですが、中島監督はある程度しっかりチャンスを与えています。チャンスを与える期間は長いですが、切るときはしっかり切ります。太田選手なんかはファンから結構いろいろ言われていましたが、まだ高卒3年目の若手です。一軍でしか得られない経験は多いと思うので、今後に活かして頑張ってほしいです。このあたりは中島監督の特徴が出ている采配なのかなと思います。 杉本選手や紅林選手も去年までの監督だったらここまで使われていないでしょうし、比較になってしまい恐縮ですが、この我慢できるか否かが福良監督、西村前監督との一番大きな差かなと思います。またキャッチャー出身だからこそ、抜擢タイミングや代打を出すタイミング、選手も上手いなと思います。結構思い切った采配でしびれる時があります。暖かい言葉ばかりでした。実にほっこりしました。 で、個人的に思うネガポイントとしては、代打俊太選手、2番若月選手と戦力テストの中でも派手なと思うところがあったところ、9回の選手を固められていないところ、福田選手、若月選手の当初の不遇、中川選手の起用の少なさ、流動的がゆえに機能した打順も変わること、育成的起用がゆえ守備の荒さ、守備固めの起用法や通りに関してはもう少しあってもと思います。 意図はあると思いますが、斉藤幸喜選手、中川颯選手のテスト、もう少しあってもよかったなとは思います。ネガポイントとしては、おおむね満足ですが、守備形式な面が見られる。僅差リードでの守備固め等で詰めの甘さが目立つ。抑えにス鈴木選手とか、2番若月選手とか、 クレバヤス選手の守備をどうにかしてくれ。毎試合のように打順を入れ替える日替わりオーダー。最近はヒギンス、平野選手が固まりつつありますが、中継ぎのランダム系統。あと、盗塁の少なさが目立ちます。走れる選手の福田選手、宗選手、足立選手あたりは、もっと仕掛けてもいいのかなと思います。前任監督みたいな重当しまくれとは言いませんが。守備、ダイソー起用のタイミングがよくわからない。福田選手をなぜもっと早く上げなかったのか。一つ気になるのは、打てない俊太選手を代打で使っていることです。 勝率5割いくぞって時こそ若手ではなくベテランの力を借りて挑んでほしい。若手を育成したいのはわかります。 中堅、ベテランが不甲斐ないからこそ、中島監督の決心だと思いますが、経験豊富な選手に任せることが勝ちにつながるとも思っています。二つ目は投資器用です。竹安投手の開幕的が、個人的にハテナと首をかしげてしまう投資器用です。竹安投手の魅力は、1イニングをピシャリと抑えてくれるところにあると思います。中継ぎ事情が悪いのは承知していますが、使い方を改善すれば、ぐっと勝ちに近づくと思います。三つ目は代打器用です。代打俊太選手。ビハインド等の代打、t 岡田選手。俊太選手は個人的に、 の状態で守備固めダイソーだと思っています打撃が改善されればスタメン抜きもあり得ると思っていますが今は厳しいと思いますビハインド時の T 岡田選手の代打はっきり言って打ってるイメージがないです福田選手宗選手に関しては右投手の時には頼もしいけど左投手の相手には脅威になっていない気がする山崎選手代打要員でベンチに置くのはどうなの盗塁が少なく走れる選手も走らない佐野選手はグリーンライトでも良かった気がします戦術としてあえて走っていないようにも見えます 外野手の守備はいいが、肩の力が12球団を合わすと、ランナー2塁から1本でほぼランナーが生還している。打線をちょっといじりすぎ、少なくとも福田選手と宗選手の1、2番は固定で良いのではあと、ビハインドでの投資機用が不可解な時がある。点差があまりない場面でも敗戦処理を出すなど、試合を捨てたのかと思うようなことが多々あった。育成はもちろん大事だが、勝つ可能性がある限り、勝つための選択肢を選び続けてほしい。 毎日打順を変わるのはどうなのよくも悪くも意外な中継起用に驚くばかり。それでも去年からあまり変わらない戦力でここまで戦えているのはさすがです。中島監督が開幕当初に起用した若手がほとんど二軍なので育成という意味では微妙な状況。根川やはり中継と2番若月選手や代打俊太選手などテスト起用に行ったながらでも少し不可解なポイントでした。 ただそれでも全体的に代打成功率はリーグの中でも上位ですし、いろんなピースに各選手を当てはめることができていた前半戦でした。その中で勝つことができたというのは素晴らしいポイントかなと思います。まあ今までは特定のチームが苦手だった中で、それがかなり拭えてきているというのも大きいと思います。全体的にハテなと思うことの方が少ないですし、とにかくモチベーターとして相当優れているのかなと思います。 補強がそこまで多くないですし、外国人枠も余ってしまっている現状。若手が多くいるとはいえ、編成的に決して余裕がある状況ではありませんでした。それで前半戦終位ターンできたのは素晴らしいことです。しっかりとチャンスを与えたい選手には与えて、見切る時には見切る。特に中継ぎに関してはいろんな選手にチャンスを与えてきました。もちろんまだもらっていないというような選手もいますが、これまで疑問が多かった起用でかなり改善されてきたかなと思います。で、全体を通して1000件ほど回答いただきありがとうございます。 次回やる場合、なるべく楽がないように急ぎますが、12球団分ですと、まあ、確実に2週間かかってしまうことと、他に出したい動画も挟みたいですし、アンケートの回答数が、1週目がだいたい、まあ、500から600弱。で、2週目がだいたい400から500弱ありますので、最後までまんべんなくいただいてるんですよね。今のところ2週間ほど回答期間を設けるのは、特に変えるつもりはございません。で、実際の生の声、本当にありがとうございます。まあ、自分もまだ把握できていなかったなとう思うポイントもあったり、まあ、そうだよなという観点も、 改めてて感じさせていただきま,したまたこうやってアンケートを取らせていく動画もあるかなと思いますのでその際には是非よろしくお願いいたします以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました